はい、どうもこんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、質問コーナーでございます。暑い、非常に暑いです。今部屋の温度が28度、湿度は 65% となっておりまして、こっちにね扇風機を置いて、かなり強めで回しているので、ちょっと風の音がね若干入っているかもしれないです。風の音っていうか扇風機の音がね。で、まあ、最近の話なんですけども、やっぱ雨がねすごく多くなってきましてですね、自分ね偏頭痛持ちなんですよ。すげえ偏頭痛持ちなんですよ。年間もう本当偏頭痛の日が少ないぐらい偏頭痛持ちで、特にまた雨の日ね、雨の前の日とか雨の日とか、まあやっぱねこう頭がツキンツキンで、今度口がこうなるぐらい、顔がこうなるぐらいツキンツキンってなるのよ。何もしなかったね。でも、まあ、こういうねイブエージョーとかこういうのを飲むと、消える時もあればだいぶ緩和されるっていう時もあるんで、本当こういうのには助かってます。だからだいたいねこの時期になるとこんな感じで、イブクイック、ナロンエース、ロキソニンと、ね、こういうの買っておいて、ちなみにこれまだ開封してないんですよ。これでまあどうせないんでね、その時に応じていろいろね変えたりするんで、そういう感じです。こんな感じでね、はい、でロキソニンもまだね封を切ってないというね、こういうのを買っておかないと、もういざというかもう遅いんでね。イブクイックはもう飲んでる途中っていうか、外に出てる時はイブクイックみたいなね、家の中にいる時はこういうやつとか、まあ、そういう感じでちょっと使い分けてたりします。同じのを飲んでるとね、聞きづらくなるっていうのもあるんですよ。なので、本当ロキソニンはあんまり飲まない。本当にもうこれはっていう、なんかね時々なんか、あ、これはっていうのがあるのよ。これはちょっときついなっていうのがある時だけ飲むっていう感じです。基本的にはこの辺が多い、もうほとんどこの辺かなが多いです。いやー、頭が痛いのはねどうにもならないですよ。はい、まあ、そんな感じでございます。はい、ということで質問の方を読んでいきたいと思います。まず一つ目の、質問でございます。質問です。最近、ダイワの波頭1号が気になっています。チヌ用で使いたく思ってます。ラウンさんは波頭を使ったことがありますか？もしあれば、使用感など教えてほしいです。あと、波頭は赤なので赤っぽいレバーブレーキも買おうかと、迷ってます。予算は2つで5万です。5万で、竿リール買い直すならラウンさんならどんなのを買いますか？ちなみにすぐ買い直す予定ではないです。ラウンさんの意見を聞いて買い直す予定ですという質問が来ております。ちょっと白飛びしてる。はい、自分の意見でいいんですかね。自分の意見でいいんですかね。そうですね、まあ、波頭はちなみに使ったことがないです。ない。あと、まあ、ちょっとこう質問的に、なんていうの、波頭っていう竿は確かグレッツァオなんですよ。でも一応チヌ用で使いたく思ってるということなんですよね。まあ、本当個人的に言うと、やっぱチヌ用メインで使うのであればチヌ竿の方がいいんじゃないかなと思います。やっぱ竿の曲がりとかね、固めな竿がいいのであっても、やっぱチヌはチヌ用として作られているので、なんていうのかな、やっぱこう銅の張り具合とか、チヌのこのこう叩くっていうじゃないですか、まあ、実際にこう首をこう振ってるんで、そういうねこう叩きみたいな感じで言われてますけども、そういうのを吸収するようにね、チヌ竿っていうのは作られてるんですよ。だからこの銅の部分が少しこうそれに応じて曲がるようになっているので、チヌ用として買いたいのであれば、ダイワだったら銀狼シリーズがいいんじゃないかなと思います。2つで5万円ってなると、チヌ竿だと何になるのかな。ダイワの赤いリールもありましたね、確か。
今ねちょっとホームページの方で、確認したところですね、まあ、予算が、まあ、5万円ということで、リールとサオで5万円ということで、まあ、シマノでもいいんですけど、シマノだったら臨海 AX とリールが、まあ、ラリッサとかになるのかな、まあ、カラー的に言うと個人的にやっぱダイワの方がなんかこう良さそうな感じがあるんで、今の時代にリバーブレーキって下のクラスでもだいぶ軽くなったんですよね。1世代2世代前ぐらいからダイワもシマノも一番下のレバーブレーキってもともと320とか330g ぐらいあったんですよ。で今ダイワの一番下がシグナスっていうリールかな、うん、これが自重は285っていう、ほんと一番下のグレード330とか340、ほんとその辺だったのよ。で 50g ぐらい軽くなってるんですよね。これダイヤもシマノも軽くなってます、ちなみにね。で、シグナスがこれ 2500LBD とかハイギアでも、25,800円です。星マークがあるんで多分ね実に22,000円ぐらいかな、うん、多分そんぐらいだと思います。実売りでね、セールだともうちょっと安いかもしれない。で、竿は、銀狼か、銀狼が何もない銀狼無印っていうのかな、ただの銀狼っていうのがメーカー価格で3万ので、まあ、実売り25,000円、6,000円ぐらいかな。これ星マークないんで23,000円ちょっとぐらいかな。そうすると両方で4万5,000円ぐらいあったら買えると思うんで、もう個人的にチヌをメインにするのであればこの2つがおすすめじゃないかなと思います。あとカラー的なね、色を合わせたい、赤っぽいって書いてあった、赤っぽいので合わせたいみたいな感じだったので、一応このシグナスっていうのも、ちょっとスプールとなんかレバーのちょっと一部がちょっと赤っぽいというかね、あとハンドル周りのところがちょっと赤黒っぽいんですよ。で、銀狼、ただの銀狼も赤黒なんで、まあ、カラー的にもこっちの方がチヌとしてメインとしてやるなら、個人的にはこの2つをおすすめしたいなと思います。予算的にもちょうど合うので、個人的にこっちがいいかなと思います。まあ、あとは、まあ、何センチ狙うかによって、まあ、06が良かったりとか、うん、まあ、でかいのもね、もう全部視野に入れるならやっぱ基本の1号というかですけども、本当ね、もう最近なんかダイワすごくなんかコスパがいいなと思ってますいろいろ見ててね、まあ、でシマラなんですけども、一応シマラなんだけどダイワはこうコスパがなんかいいなという感じです。ただまあこう銀狼って言っても昔の飛竜チヌとかの多分継承なんですよ。多分ねちょっと硬いかもしれないですね。まあ、ただ、1号でも1号4号とか出てるんですよ。今見たら1号4号1号501号53、1号だけでも4号5053とあるので、まあ、実際にはねお店に行って伸ばしてもらうのが一番いいんですけども、伸ばしてみて、まあ、その1号4号ちょっと短いと思う。だから50か53か、個人的にねその辺が、まあ、おすすめじゃないかなと。もしくは0653か1550か53、この辺じゃないかなと思います。で、一応ね機能的にもメガトップとか V ジョイントとか HVF カーボンとか、チタンフレーム IM ガイドが1番から2番まで入ってるっていう機能も入ってるのでね、うん、まあコスパとしてはすごくねいいんじゃないかなと思いますので、もしチヌをメインで狙う、一応チヌ用で使いたく思ってますって書いてあるんで、一応チヌ用としてはハトよりも銀狼の方がおすすめかなと思います。まあ、あくまで現行ね、これややこしいんですよ。この銀狼っていうのがちょっと前からダイワも銀狼シリーズで統一しちゃったんで、1世代前の銀狼だと飛竜チヌがあったから1個上になるんですよね。今は銀狼って一番下なんですよ。オーガがあってユイガがあってスルガがあって銀狼って、今4段階のうちの銀狼って一番下なんですよ。でこれ1個前の銀狼は確かね下から2番目なんですよ。だからややこしいんだよね。今統一しちゃったんで分かりやすいんですけど、1個前はねフル IM ガイドじゃなかったかな確か。だからややこしいんですよ細かいこと言うとね、まあくまで今ちょっとホームページで銀狼
のあれを見ると、まあ、この辺がね個人的におすすめかなと思いますので、ぜひね、あの血縫い用であれば検討してみてください。あのグレーを、ちょっと視野にも入れてるっていうのであれば、まあ、波頭もありかなと思います。うん、ただまあ基本的にチヌだったら、まあ、あの調子がね全然違うんですよ。あの仕掛けを投げる時もそうだけど、やっぱ重たい浮きをこう胴に乗せてポンって投げる時投げやすいし、やっぱチヌのさっき言ったこう叩きというかこう引きにもこう合うようにチヌ竿って一応ね設計されてるので、グレー竿で投げようとすると胴がね硬くて曲がんないから、重たい浮きを投げようとしてもなんか投げづらかったりするんですよ。あと一日の疲れがちょっと違うとかね、そういうのがありますので、もしね血縫い用であればこっちの銀狼の竿の方を検討してみてはいかがでしょうかという感じでございます。はい、ということで よろしいでしょうか。続いての質問いきたいと思います。はい、ということで続いての質問でございます。いつも拝見しています。質問ですが、釣り竿は腰が抜けることがあるのですか。久しぶりに使用したガマ、プレ SP08 ですが、38の苦労がなかなか上がってこなかった、このようなことってありますかという、質問が来ております。これはね、判断的にすごく難しいですね。難しいんですよ。これが何回も続くんだったら多分腰が抜けてる可能性が高いです。やっぱ古い竿ってなんていうの、やっぱ使えば古い竿っていうか、まあ、竿って使えば使うほどやっぱこうカーボンが何回も曲がって、しかも強い力で曲がってたりすると、なんていうのか、こう去年こう内部亀裂がいろいろ発生したりして、こう本当はこう曲がって戻ろうとするこの力の部分にこう亀裂がね、細かいね、要は顕微鏡で見ないと分かんないように亀裂がたくさん入って、こう戻ろうとする時の力がなくなるという、これは昔から言う腰が抜けるというね、そういう言い方をしたりするんですけども、まあ、古い竿で結構使っていたら腰が抜けてる可能性はあるかなと思います。ただ一匹釣ってあれこれで腰が抜けてんのかなっていうのはちょっと判断しにくいところなんですよ。例えば同じぐらいの、例えば38ぐらいのグレを何回もやりとりしてて何回も浮かないんだよね。で他の竿を使うとやっぱ浮くんだよねってなれば、このガマプレ SP、 ガマの、プレシードスペシャルですよね。今は、ガマのスーパープレシードが今現行なんで、プレシードスペシャルだと1個前ですよね。1個前って言っても多分20年以上前ですよね。初代がガマかつプレシードだったはずなんですよ、自分の記憶ではね。でその次はプレシードスペシャルが出て、で何十年かぶりに復活したのがスーパープレシードなので、確か今のスーパープレシードです、プレシードシリーズの中では3代目なんですよね、確かね。間違ってなければだからだいぶ前の竿でもうずっと結構使ってた、今までねかなりこう使ってきたっていうのであれば腰が抜けてる可能性はある。ただグレも元気がいいとやっぱ浮いてこなかったりっていうのもあるんでね。だからいつもこう他の竿をね、今新しい普通の竿を使ってて、同じ釣り場ね、グレってその場所によってはやっぱ潮がこうなんか早いところってやっぱり潮のこう流れとプラス魚もね、こうやっぱ早いところでずっと泳ぐからなんか鍛えられてる感があるんですよ。だから同じような場所で、まあ、同じエリアっていうのかな、何回かねその同じようなサイズを釣ってて、やっぱなかなかこの竿をやっぱ浮いてこないなっていうのであれば、本当腰が抜けてる可能性は高いかなと。で新しい竿を使って新しい竿でこういややっぱこっちの早く上がるなっていうのであれば、まあやっぱその古い方は腰が抜けてる可能性はあります。何回か使ってみてやっぱこの竿ってなんか魚がなかなか上がってこないなっていうのであれば抜けてるかなという感じですかね。はい、よろしいでしょうか。ちょっとこの情報だけじゃちょっと分かんないです。だからまあちょっと使いいろいろ使ってみて、やっぱこれだけ上がってこないなっていうことであればちょっと抜けてる可能性が高いかなと思います。はい、ということでよろしいでしょうか。続いての質問いきたいと思います。はい、ということで続いての質問でございます。
質問です、最近バッカンの外側側面のベタつきがあります、どう処理したらベタつきが取れますか、またベタつき防止があれば教えてくださいという、質問が来ております。バッカンの外側にベタつきがある、ちょっとねなったことないですね。ベタつき外側でしょ、ないですね。内側もないんですよ。内側もなければ外側もないんですけども、何のバッカン使ってるんでしょう、ちょっとわかんないです。ちょっと正直言うとわかんないですね。あのカビが生えてたら、あのキッチンハイターとかで落ちるんですよ。カビなんでね。でキッチンのあれで全然落ちるんですけども、キッチンハイターとかじゃダメなのかな。外側だからあれか、難しいな。内側だったらね、水張ってキッチンハイター入れれば OK なんですけども、ベタつきはちょっとね分かんないっす、うん、ちょっとハイターで洗うっておかしいか。手荒れる人荒れるもん。自分全然荒れないんですよ。原液はさすがに荒れるんですけど、薄めてたらそうでもないっていうか、まあ、だからゴム手袋してちょっとキッチン、はい、あら、まあでもね、ずっと責任取れないんで自己責任という形になりますけども、うーん、どうやったらいいんだろう。ちょっと分かんないですね。ベタつき防止取れますか、防止もなったことないんで分かんないです。もうだってバッカンって一つを自分ね、もう最近 4,5 年使って丸ごと買い替えみたいな感じなんですよ。だからそう 4,5 年使っててもなかなかならないんで、まあ普通にあと帰ったら洗う、うん、帰ったら普通のシャワーで洗ってます。あの一緒お風呂入って一緒に入るんですよ。あの釣り場で洗って、であのなんていうか、あのマキエとかね、いろいろ入ってるカキ殻とかをちゃんと海にあの流して、で、そっから家に帰って今度はシャワーでもう一回洗うみたいな、であとはまあ干すだけといった感じなんですけども、もうそれで一応ベタつきになったことはないので、どうですかね、それがまあ防止になるとは思うんですけども、うん、ちょっとね処理してどうベタつきの取れるっていうのはまた分かんないですね。溶けたのかな、溶けたとまた違うか、まあ、もしくは結構古いとかですかね。うん、古かったらまあぼちぼち、まあ、4,5 年ぐらいで大体買い替えかな、十分で4,5 年で大体買い替えるかなっていう感じ。もう一個のバッカンずっと使っててね、うん、です。ちょっとねこればかりはね、もう絶対ってなったことないんでちょっと分かんないんで、もうちょっと申し訳ないんですけども、もうこれぐらいのちょっとねあれしかないです。はい、ということで よろしいでしょうか。はい、ということで、今日の質問コーナーは以上でございます。また質問等ありましたらコメント欄の方に書いていただければと思います。ということで以上です。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。